全然撮れてなかったんですよ。もう GoPro 使っててもうこの日ほど頭に来たことなかったんでね。はい、皆さんおはようございます。今日も、スタートはこの志村料金所からです。もうだいぶ明るくなってきて、まあ、朝早い時はだいたいこっからなんですけどね、はい、これ GoPro で撮ってますけどね、まあ、今日はね今25度ぐらいしかないんで熱暴走しないと思うんですけど、これなかなかね難しいですね。 GoPro はね暑くても寒くても動かなくなっちゃうんで、今んとこ大丈夫そうですね。じゃあちょっと先を急ぐんでここからスタートしたいと思います。レディートゥーレイス。はい、またあんまもたもたしてると渋滞になっちゃうんでね、空いてるうちに行きたいと思いますけどね。もう結構混んでたりしてね、6時ですけどね、まあ今日はそんな遠く行かないんで、5キロメートル道なりです。あれですけど、朝日がもう眩しい。はい、渋滞掲示板はどうでしょうか。はい、渋滞なし、 OK ですね。今日もね、志村料金所からスタートしたんですけど、冒頭今日はちょっと GoPro で撮ってみました。 GoPro のテストですね。っていうかもう GoPro すごい調子悪くてですね、自分のやつだけかもしれないんですけど、まず起動しないでしょ。3回に1回ぐらい起動しないんですよ、電源入れた時に。であと入ったとしても熱暴走するんだと思うんですけど、途中で撮れなくなっちゃうんですよね。フリーズしたり電源落ちちゃったりね。ほんとこれずっとですよ、買った当初からね。で昨日、まあ、何回かリセットしてんですけど、およそ 3km 先熊野町ジャンクション、首都高速中央環状線を中央自動車道方面です。右側2車線を使用します。いや中央環状線は暑いから行かないですけどね。それでね、ちょっとナビうるさいから切っといた方がいいかな。何話してたか忘れちゃいますよね。そう、それで工場出荷状態に GoPro 戻したんで、でね、まあちゃんと動くかどうかこれから今日一日テストしたいんですけどね。昨日だから茨城空港でね、ウェビックのイベントで S ちゃんが来てね、で私も S ちゃんってあんまよく知らなかったんですけど初めてお会いして、でその様子をね撮影してたんですけどね、 GoPro でもう全然撮れてなかったんですよ。もう GoPro 使っててもうこの日ほど頭に来たことなかったんでね、もうその場で捨てようと思ったぐらいもう嫌になっちゃってね。だから今日はちょっともう一回リセットして設定し直してアップデートもして、でアップデートもね、あれいくつかアップデートいつも入ってくるじゃないですか。であれ全部インストールできた試しないですよ。なんかいつもなんか途中でできませんでしたとかってなったりしてね。だから
GoPro 今日試してまたダメだったらちょっともう使えねえなって感じなんですけどね。本当不安定ですよね。みんなよく使ってんなと思って。およそ600メートル先、熊野町ジャンクション、首都高速中央環状線を中央自動車道方面です。やだよ。右側2車線を使用します。左側2車線行きますよ。都心環状線。熊野町ジャンクション、首都高速中央環状線を中央自動車道方面です。やだね、そんな方は。でも空いてんな、今日山手トンネル。7km 道なりです。ということで、今日もよろしくお願いします。この辺なんかディズニーシーの一角みたいな感じですね。なんか匂いもするし、この辺なんですかね、これ。鉄鋼関係ですか？製鉄工場？ JFE って製鉄所だっけ？ちょっと川崎横浜方面はもう全然アウェーなんでわかんないんですけどね。あ、遠くの方にみなとみらいが見えますよ。久々だな、こっち来るの。いつ以来かな。今日はなんかすごい爽やかな天気ですね。涼しいっすよ。横浜港これ、あ、大黒ふ頭ってやつ。この辺が風もなく穏やか。今風速2メートルって書いてあったんだよ、この橋。そよ風ですね。なんか横浜が一望できますけど、まあちょっとアクションカメラじゃね、透明になっちゃいますけど。で、大体横浜って道間違えるんですよ。全然分かってないから。はい、そしてこれがベイブリッジですか。で、こういう時に限ってね、インスタ360つけてないというどうしようもないな。これでバーッと360度撮ればいいのにね。ビジュアル的にはこの前の京浜急行バス、青を灯せって書いてあるけど、なんですかこれ。青を灯せなんだこれ。東洋タイヤ、東洋タイヤ、このキャッチフレーズですか最近は。おお、かっこいいっすね。はい、これなんですか、ポートタワー、ポートタワーっつんだっけ。ここまで渋滞なしで来たんですけど、現金っていうのはちょっと勘弁してほしいんですよね。せめてスイカとかでお願いしたいな。うわ、なんかいっぱい来た。並んじゃうよ。はい、通過しました。